女性下着の専門店ヘブンジャパン楽天市場店。オリジナルの補正下着を主に扱っているお店です。お店を立ち上げたのは株式会社ヘブンプランニングの代表取締役社長松田隆さんです。松田さんの前職はトラックの運転手。下着との出会いは海外旅行で出かけたフリーマーケットでした。ちょっとサンフランシスコの下のシリコンバレーのあたりでフリーマーケットをやってる情報をつかんで、そこに行ってみたらフリーマーケットで下着を売ってたんですね。フリーマーケットで下着を売ってるっていうのが日本の中で見たことがなかったので、まず今自分ができる範囲ってなれば、もしかしたらそれを収入してきてフリーマーケットで商品を売れば、ここからスタートができるんじゃないかなって、本当にそういうなんか直感みたいなのが働いて。しかし思ったように商品は売れず、出店した楽天市場でもすぐにはうまくいきませんでした。1日500円生活でね、水代も払えなかったことあったんですね。アルバイトしながらやってたので。でもその時にね、なんで辞めなかったかっていうと、当然自分がやろうと思って決めたこともあったんですけど、辞めたくなかったんですよね。でそれはね、やっぱりレビューであったりね、お客様とのメールのやり取りの中でね、喜んでいただけるんですよ。商品販売してですよ、お金いただいてね、ありがとうって言ってくれるんですよ。こんな嬉しいことないじゃないですか。ありがとうっていう言葉がね、もうやめたくない、やめられない、もっとお客さん喜ばしたい、これで自分で商売したいっていうのがすごくあったので、これが僕がやりたいと原動力でしたね。本当に出店から1年経った2005年、機能性下着を扱い始めたことでお店の方向性が決まったといいます。ちょうど低反発ブラっていうブラジャーを販売し始めた時に、うちの部長橋本の方に一度つけてみてってつけてもらったら、そのすごいバストになったんですよね。社長見てください、これすごいですよって笑顔で、でこのすごいっていう喜ぶ姿とか笑顔を見た時に、もうこれやと、それから商品伝えるんちゃうかって、これ伝えようと、その時にすごく気づき始めましたね、伝え方っていうことの大切さに。そしたらやっぱり少しずつなんですけども、やっぱり結果って出てくるんですね。そのリアルでは売れなかったものがネットでは売れ出すんですよね。本当にもう僕は本当にもうほんまこれしかないと、もうここで行こうって本当に思いましたね、その時は。はい、レビューなんかで見ると、今まで着れなかった服が着れるようになったとか、なんか友達に痩せたって聞かれたとか、その商品の喜びというよりもシーンの部分の喜びの方がすごくあって。2009年、オリジナルのブラ脇肉キャッチャーを開発しました。脇や背中に流れた肉を正しい位置に矯正し、バストアップさせるという特徴を持つ機能性下着です。この商品をどうやって伝えようかって思った時に、いわゆるその絞っていくことをしたんです。要は捨てることですよね。あれもこれもじゃなくて、脇背中すっきりっていうところに絞って伝えていこうと。それをどうやって販売するかって考えた時に、安くして売るんじゃなくて、そこに価値をつけて届けようと。サイズが合わない場合、無料で返品・交換を受け付けるフィッティングサービスにも力を入れました。もともとそのフィッティングサービスっていうのは、お客様の買わない理由を削ろうと。でやっぱりインターネットで商品を販売してて、下着を販売してて、なぜお客様が購入をしていていただかないのかなっていうのを考えていくと、やっぱ試着ができないと。一回購入してしまったけど合わなかったから買いやすっていうケースが多かったんですよね。なのでそういった解消をするためにっていうところでフィッティングサービスを始めたんです。ただ返品交換をサービスをしたいっていう思いじゃなくて、しっかりとそこでお客様のコミュニケーションを取っていこうと。これはやっぱりお客様に満足していただける商品を届けたいっていう思いから、こういったサービスにもつながってきたと。で今ではしっかりカウンセリングしようっていうところで、やっぱりこうインターネットっていうのは効率的なことをすごく考えるとは思うんですけども、そのわざと非効率なことをしていくと。でそれは非効率というよりも、やっぱり僕たちが目指しているのはお客様に喜びと感動と笑顔を届けるっていうことなので、やっぱりこうお客様に合った商品を届けるためには、しっかりとお客様にカウンセリングをしながら商品を届けていくと。やっぱりお客様の今のサイズ感であったりとか悩みっていうのをしっかり聞くっていうのが、すごく喜ばれてますね。
まあ、弊社の本当に今ファンになってもらってるヘビーユーザーさんはね、最初まあ商品を購入して合わなかったから、本来だったらねそのまま終わってるんですよね。まあ多分2度目はないんです。でもそこで勇気を振り絞って連絡くれたんです。それをまあ弊社スタッフがしっかりカウンセリングしながらお客様に合った商品をお送りすることで、自分に合った下着を手に入れるんですね。これ下着を手に入れたんじゃなくて、自分の理想とする体になっていけたっていうね。今まですごくぽっちゃりして太ってたらしいんですよね。でそれがすっきりして綺麗になったって周りの人に言われて、どんどん自分綺麗になっていきたいと思ったらしいんですよね。そこからどんどんダイエットを始めて、どんどん綺麗になっていったっていうねお声もいただいて、まさにその下着を通じてお客様の人生のハッピーにつなげていってる。こういったお客様をもっと増やしていきたいですし、綺麗になりたいって思いであったり、綺麗になった時の結果の思いをどう伝えていくか、そこっていうのは全世界一緒なんですね。こういったのをしっかり届けていくことの大切さっていうのがすごく分かったので、これはもうどこの国でも一緒やなというのはすごく感じていますね。これフォーカスオンユーっていうのはブランドメッセージです。ブランドっていうものがビジュアルとその理念と行動っていうのがあるとすれば、そのもう一つ声っていう、言葉の声っていうところがメッセージ、フォーカスオンユーと、本当にその一人のお客様あなたに対してフォーカス、ピント合わせフォーカスするっていう意味で、まあ、今後もそういった思いをこれから届けていきたいなと。昨年大阪にヘブンジャパン試着体感サロン心斎橋をオープンしました。楽天のお店で進めてきたフィッティングサービスをリアルの場で体験してもらうというものです。リアルでの体感をしていきながらネットと絡めていくっていう、このビジネスモデルっていうのはすごくおもろいんじゃないかなと、まあ、そういった発想からサロンをやっていきたいっていう思いに至ったんです。下着屋さんで商売するんじゃなくて、勝負するんじゃなくて、綺麗を届ける場所で勝負したいと。その手段としてサロンであったり、インターネットであったり、楽天さんであったり、返品交換であったり、商品であったり、下着であったり、もうあのネットをやってなかったらこういう発想にもならなかったと思いますし、新たなネットのスタイル、あのリアルのスタイル、ネットのスタイルっていうのができるんじゃないかなと。無知やからこそできるもんってあると思うし、ネットっていうそっちの枠から入ってきてるから、おそらくそのリアルで今までされてたところの下着屋さんとは全く違う思考でスタートできるんちゃうかなと。僕これもね、世界で戦っていくチャンスちゃうかなと。無知はねマイナスなんですけど、僕にとってはもうプラスなんですよ。もう無知やねんからいろんなことやったらええと、分からんねんからいろんなことやったらええと、やりながら探ったらええと、まあ、本当にそれはネットから来たからこそ今のこの思いがあるっていうのは本当その通りで、商品はもしかしたら時代が変わって100年後200年後下着っていうのはないかもわからない。でもおそらく今から2000年昔の方も嬉しいとか楽しいっていう思いは一緒なんですよね。おそらく2000年後の人も嬉しい時は嬉しい、悲しい時は悲しい、ここにいかに訴えかけていくか、これが自分たちがあり続けれる条件やと僕思ってるんですよね。お客様に喜んでいただけるために最高のいい商品を作りたい、お客様に喜んでいただけるためにいいサービスを届けたい、お客様に喜んでいただけるために自分らの思いを伝えたい、喜び、感動、笑顔、これを作る、おそらくそれをやっていけば100年、200年愛される企業になっていける。これが僕の今の一番の夢ですね。